ショットクロック5秒です。ラベネルの3、杉本真ん中、小林ゴール下を通過した大塚を使う、おお速いパス、ラベネル見事なコンビネーションでした。バウンズパスは通らず、ここから速攻です。小林ターンしてジャンプショット、きれいに決めてきました。アレルソンで持ちます。キャッチャーショット、スリーポイント、素早いパス回し、リクマティ右空いたスリーポイント、長谷川、中身エリクマーティーゴール下、エチェニケ強い、セイク入れて杉本、おーゴール下小林、腕を伸ばして決めてきました。うまく守ってアルティーの千葉です。ナイスターンからブランドン・アシュリーが入ってくる、おー決めた。スリーはやめて杉本、ブランドン・アシュリー、杉本はピックを使う、杉本まだ糸口を探しています。ワイドオープン、スリー、今度は橋本、スリーにした、また速攻だ、決めてくれ、オッカー、ポイントから入ってきました。村上の得点です。ちょっと空いた小林、ジャンプショット、スリーポイントです。藤本、ちょっと出しどころ迷いましたが、ゴール下ダンク、アルティビチバ藤本にファール、ラーベネルの2ポイントが決まって17点差。今度はハレルソンで押し込んでいく、自分で拾ってここもファールをもらいます。おーちょっとルーズになったところを取っていった村上、ボールを回しながらです。おーゴール下空いたぞ、小林、時間少なくなってきました。橋本の3、残り1秒です。そしてここでゲームセットです。